ズバリ診断毎週占い、うちのガールズがすみません。すみません本当すみません本当にさあ、はい、このコーナーでアリサ先生にね、ガールズたちのお悩みを聞いていただきます。はい、お悩みありそう。はい、デベストが治らない、知らん下げろ、俺が今だから下げろ、デベストが治らない、知らん、切れ切れ、デベストなんでびしょびしょおじょちょっと興味あるわ鑑定開始。私って美少女で欠点とかないように見えるじゃないですか。見えない。終了まだまだ座らせないです。何がだよ一回戻ってください一回戻ってくださいこれはもう本当に知らないです。もうほんマリー、はい、あ、ありがとうございます。めんどくさがりやなんかめんどくさがりや。鑑定開始。すごいめんどくさがりやで、お片付けとかしたくないんですよ、うん、で、お部屋すごい汚いんですよ、うん、どうしたらやる気起きますか。やる気、どうしたらやる気が起きますか。まず家が汚いんでしょ。汚いんです。だよね、家が汚いともっとそういう状態が続くから、はい、あのゴミ屋敷の掃除してくれる人いるじゃない。あの人に一度頼んで、はい、ああいう業者さんに、ね、お掃除してもらって、はい、部屋をまずきれいにすると、一回きれいに、うん、じゃないとリセット心がしないから、うん、めんどくさがり屋は治らない。あ、ここな、うん、はい、もうさ、めんどくさがり屋出てるもんね。こう喋るのがめんどくさいみたいな、口開けるのがめんどくさそうな喋り方。めんどくさいからそんな髪のカラーもそんな感じになっちゃってるけど、プリン声やもんね、それは。違う、これグラデーションなんです。グラデーション、それ本当にほっといたらそんだけ伸びちゃったりするでしょ。今月行ってきます。今月行ってくる。はい、明日行けよ。もう明日行きます。ちゃんとやんないと、こういうとこからなんですから。いや、とんでもないです。うまいこと編集しておきます、ね、ありがとうございます。面白い感じになってます。ありがとうございます。